はい、こんにちは、レトスの小野です。えー、ここ数日なんですけれども、YouTube の動画だったり、えー、メルマガの読者さんに対して、何か、えー、宅剣合格目指す方に、有益なコンテンツをどん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 増やしていきたいんで、何かいいネタありませんかお悩みありませんかというようなお知らせをしました。その中で、たくさんの動画のネタだったりとか、お悩みとか、 いただきましたのでその中から卓研の勉強されている方で同じような悩みを持っている方たくさんいるんじゃないのかなと思いましたので今回は去年のテキストとか過去問集を使ってもいいんですかというようなご質問をテーマにして回答させていただきたいと思います実際去年のテキスト過去問集中には2年前のものを使っている方もいるんじゃないのかなと思いますそういった方 1>, 1回2回落ちてしまって新しく買い替えた方がいいんだろうか疑問に思っている方疑問に思いながら勉強されている方いらっしゃると思うんですけれども結論から言うとまあ、去年ぐらいであればまあ、買い替えって別にしなくてもいいのかなと思いますで2年前であったとしてもこれもこれ場合によるんですけれどもまあ、買い替え不要ですで買い替えが必要かどうかの判断なんですけれども改正がたくさんある場合 つまり法改正ですね法改正がたくさんある場合は変え,替えた方がいいんです一方でそんなに改正がないというのであれば2年分であったとしても、まあ、そんなにたくさんあるわけじゃないのでその部分は調べていただければ分かる内容なんでそれで対応していただければ十分です。少し前に民法の大改正があったんですけどもああいった大改正があった時についてはやはり変え替えた方がいいです。 ただそうじゃなければ、買い替えしなかったとしても、それほどデメリットになることってありませんので、気にしなくても大丈夫です。で、実際、法改正って、例えば2年前のものを持っていたとしましょう。2年前のものを持っていたら、去年の予想もし市販で売られている予想模試の初めの方とかに、法改正情報でずらっと載ってるんですよ。なので、その部分確認していただければ、あここ改正されたのかって分かるじゃないですか。で、今年のものについても、 今年の模試、これ大体7月8月発売されるのでそこで確認していただければ8月から覚え直しをすれば全然問題ないですなので8月まで予想模試を開示するまでの間に法改正以外の部分についてはもうある程度実力をつけておくってことが重要になってくるんですねそうすれば法改正部分だけ最後覚え直しをするだけでいいので正直それほど苦にはならないです またインターネットでも「宅見法改正2023年」とか打っていただければ出てくるので、まあ、その内容を確認していただくのもいいと思いますなので去年とか一昨年のものを使っていたとしても不安にならずに勉強を進めていっていただければと思います、まあ、今日は短い動画なんですけれどもまだまだたくさんお悩みいただいておりますので共有できるものについては共有していこうと思います もしあなたも何かご相談ありましたらお気軽にメールいただければと思いますご相談についてはこの動画の下の説明欄に URL 貼っておきますのでそちらからご相談いただければと思います今年の達見合格目指して一緒に頑張っていきましょう